楽園に住む男、マインザガーデンオブザガデデン。はい、おはようございます。では今回ですね、ビジュアルノベルやっていきましょう。ホラーです。10分間の、だいたい10分で終わるような、あ、短編ビジュアルホラーということで、非常に話が楽しみですね。なかなかに怖いという話です。はい、好きな紹介です。メルケル、ん？ミルクル、ん？睡眠ケア、どなたですか？ミルケルは他の女に会ってるわ。ん？浮気調査ですか？旦那さんの名前がミルケル。はい。自分はですね、情報や、まあ、探偵みたいなことをやってて、まあ、それでね、まあ、不倫のね、情報、まあ、調査依頼を受けるわけですね。その中で、恐怖に、巻き込まれていくということですね。ミルケル・オーエン。あなた、奥さん、お名前は？イザベル・オーエン。イザベル・オーエンさんですね。ご依頼内容は旦那さんであるミルケル・オーエンさんの浮気調査ですね。それじゃあ、証拠をつかみ次第、ご連絡いたします。すごいな。そんなんでいいのかね。ああ、ご連絡先は結構ですよ。うちは情報屋なんでね。1ヶ月以内に収穫がなければまたご連絡いたします。なるほど。むしろ依頼人の情報も一緒に調べちゃうということでね。浮気調査か。うちにこういう仕事は久しぶりだな。正直そろそろ休み時間は欲しいけど、ボスに怒られたばっかりだし、これで点数稼ぎでもするか。まずはうちにあるミルケル応援の情報を確認しよう。ミルケル応援の情報、早いな。右下のタイトルアイコンをクリックするとメニュー画面に移動。おー、なるほど。メニュー画面のアーカイブが確認ができる。うんこは？うんこは？セーブしてる。え？あ、ちょっとセーブ。あ、こわ。あ、十字。はい、で、アーカイブ。はい。ミルケル応援に関する情報。クレイ新聞社に勤める記者。その他にも年齢、住所、年収、経歴等が記録されている。なるほど。案外薄かったね、情報がね。情報の更新は1年前か。転職は引っ越しをしていないことを祈ろう。おう。よし、それじゃ、調査を始めるか。おう。っていう感じで、調査をね、自分でやっていくわけですね。まあ、何にせよ、まずはね、自宅から行くでしょう。はい。ちょっと失礼。はい、ちょっと音量調整しました。深めに住んでるな。普通のアパートだ。人の気配はなし。平日の日、真昼間だし、今は仕事で不在だろう。そういや、奥さんは別居でもしてるのか。おー、薄いね。情報が薄いね。あれ、あの姿。誰？あ？なんだお前が。エルビツィオ・ウルバーヌ。おー、ジョルノ・ジョバーノみたいな名前ですね。この町一番の権力を持つマフィアの幹部。美術愛好家でポルノ教。なるほど。こんなとこにいるなんて見ざしで俺が黒い。黒い。よくある主人公のから、なんか、見た目してる。うちが金出してる店があるから、そこに顔出しに行ってたんだよ。教えてくれるんだな。顔出しという名の集金かもしれない。いいね、ビジュアルがボンボン変わってって。それお前、もうあの噂は掴んでるか。もう、なんだ、その額の傷は。ゴールか。噂？貧民街で死体が消えてるらしいって噂だ。もう。ああ、正直ここいらは治安が悪すぎて、そんな話珍しくもないじゃないですか。しかも毎回民間の警備会社が死体回収や処分に奔走してるんだから、彼らの負担が減っていいと思いますよ。うん、日和に。事件性が出てきたら警察介入せざるを得ないだろうが、ああ、こっちとしては裏通りに奴らが立ち入る方が厄介決まりないんだよ。いや、警察だってあんたらコントロールできるじゃないですか。強いね。買収で金を無駄遣いしたくない。はいはい。お前、その件を調べることになったら、うちにも一歩入れろよ。情報は共有しろ。共有？そんなのただ働きじゃないですか。うちは情報を売り物にしてるんですよ。強いね、マフィアに対してね。だからなんだよ。お前らうちに逆らうつもりか？いやー、そんなわけないですよ。弱いな。お前も野垂れ死にしないように利口に生きることだな。じゃあ、俺は忙しいんで、失礼する。キーお前のキャラがわかんねえよ、俺は。ビギナー紹介。ここは自分のところですね、本拠地が。帰ってくには早すぎる。教会だ。ここは裏通りに一番近い教会だ。貧民街の不老者がよく物乞いに来る。そして俺も。
いやー、美味しそうなクッキーの匂いですね。あら、今日もいらしたんですね。まだ余りがありますから、どうぞ。ヒロイン枠かな。シスターマリア、この教会のシスター、誰にでも親切で、まさに聖母のような存在。俺はよく食べ物をたかっている。教会のクッキー、やったぜ。やった、ありがとうございます。いえいえ、今日も裏通りの方へ仕事、お仕事ですか。いや、さっき行ってきましたよ。まあ、俺の仕事の大半は裏通りに行かなきゃ進まないんで。俺の身なりを見てもらえば分かると思いますけど、溶け込みやすいんですよね。逆に裏通りだと悪目立ちするというか。んー、そうかな。あ、表通りだと悪目立ちするというか、確かにそうかもしれない。裏通りならそのシルエット、そのワントーンのね、服というか、見た目なら完全に壁と溶け合えると思うわ。大変なんですね。承知のこととは思いますけど、裏通りは危険な場所ですから、どうか気をつけて。危ないことはしちゃダメですよ。もちろん見ただけで危険に巻き込まれることだってあるんですから。おー、フラグかな。あ、気をつけます。それとダミアさんから本を預かってきて。ダミアン、オーメンか。本。有名な推理小説を手に入れた。あなたにお借りして、今日返す約束をされてたみたいなんですけど、連絡がつかないとおっしゃってましたよ。ああ、忘れてました。わざわざどうもすみません。いいね。怖かったけど、とても面白かったとおっしゃっていました。次も推理小説を読みたいそうです。それなら、同じ作者の本でも見つかりますかね。おっと、それじゃあ俺はこれで。クッキー、ありがとうございました。ふふ、行ってらっしゃい。いいね。ヒロイン枠か。ここには出ねえんだな。あった。ちょっとさっきのアーカイブ見ようか。これは？クッキー。砂糖控えめで素朴な味がする。なるほど、いいね。絶海の孤島を舞台に同様の歌詞通りに見立て殺人が次々と起こるというストーリー。そして最後には、なんかこれ聞いたことあるな。僕には知り合いがあるから聞き込みでもしてみよう。闇深いね。あ、なんだお前か。うちの情報をずっと見に来たか。グレンマイヤ、クレイ新聞社の記者。とある美術愛好会の会員で、俺はその使いっぱなしにされている。コーラを毎日2ガロン飲むらしい。なるほど、ガロンって。新聞社が取り上げるような派手な情報はうちの管轄外ですよ。どちらかというと、ここの社員さんの情報が欲しくて。社員、ドイツだ。ミルケル・オーヘンさんって人です。ああ、ミルケルか。毎日忙しそうにしているな。今も見当たりませんけど、結構出払っているんですか。今日も取材で裏通りの方へ出ているはずだ。あいつは仕事が丁寧だから時間がかかるんだろう。毎日眠そうにしてるし、実際寝る時間がないんじゃないか。目の下のクマもすごい。ふむ、仕事詰めさんなんですね。夜も残業ばかりですか。夜中にここへ戻った時には時々見かけるな。仕事から珍しいことじゃない。この前も検視官に詰め寄っては追い払われてたな。多分もうすぐアンチに不法侵入するぞ。はっはっは。グレンめ、それだけ仕事熱心なら浮気をする暇はなさそうだ。いや、それが社内だ。ありえない話じゃないか。とは言っても、この新聞社の社員は見事に男ばっかりだし、誰か女性がいないから。今日の新聞もらっちゃう。いいのか、それ。クレイ新聞社の新聞を手に入れた。相変わらず物騒な事件ばかりだ。なるほど。だいたい回ったぜ。顔が帰るべきか？はい。さっきのやつ見ようね。はい、一面には連続殺人事件の記事が載っている。それ以外の記事の内容も治安の悪さを伺える物騒な事件ばかりだ。熱悪い。そういや、ミルクル応援の奥さんかけてきた電話番号を調べなきゃいけないんだった。そういえばそうだ。あれ、おかしいな。かかってきた電話番号は警察署のものだ。コンセン、電話機の故障か。警察署にいんのか。チェー、めんどくさい。電話機を新品に交換しないと。それに奥さんのイザベル応援の所在も調べなきゃならなくなった。ふぅ、少し休憩。あれ、ダミアン君から返してもらった本にお金が挟まっていた。おお、ラッキーじゃなくて、さすがにこれは返さなきゃならないか。次に会った時でもいいけど、今日は時間に余裕もあるし、シスターマリア預けますかね。さっき行きましたよ。シスターマリアはいるかな。ゲッ、オリバーネルソン、不動産屋の営業マン。おお、は現在の姿で、もともとは裏通りの不良。この間は鼻から牛乳を飲ませられた。なんということだ。なんで教会のそばをうらついているんだ。この辺りは行動範囲じゃないって調べがついていたはずなのに。ここも俺の安全地帯から外されるわけか。すまん、ダミアン君。金は後で必ず返す。
というわけでポケットに入れましょう。だそろそろ帰ってないか。ダメだ、人の気配はない。夜じゃないとダメか。裏通りは、うん、人影一切なし。戻ってきた。君誰？え、私ですか？で、あれ、あなたですか？ローザ・サクソン、クレイ新聞社に出入りするカメラマン、グレーの奴隷、家来、コマ。後半がひどい。彼女は社員ではないが、この新聞社に写真売りに、よく出入りしている。ミルクルさんとも交流があるかもしれないし、もしくは。なるほど。ちょっとここの社員さんの情報を集めてってて。ミルクル応援さんってご存知かな？もちろん知ってますよ。ミルクルさん、私の写真を買ってくれたりもするので。なるほど、スパイダーマン的なね。うむ、実はミルクルさんの奥さんに身辺調査を依頼されててね。そうなんですか。ミルクルさん、奥さんいらっしゃったんですね。あまり興味がない。え、ミルクルさんですか。私特別仲がいいわけではないので。なんとも。お相手は彼女じゃないか。なんだよ、カットかって。なんでしゃがんでんの。もしかしたら私、ミルクルさんに嫌われるかもしれないです。グズでのろまだし。この前もミルクルさんが手帳を落としたので拾って渡したら、すごい勢いでひったくられて、ほう、中身を見てないかって何度も確認されました。目の前で落としたのを拾っただけなのに信用ないですよね。これは何かある。もしやその手帳に浮気相手の写真が。ああ、それにミルクルさん、最近いい匂いがする気がします。おお、香水か。おい、香水みたい。さあ、誰の香水だ。これはますます浮気をしている可能性が高くなってきた。あとは相手が分かれば。新聞社での聞き込みは十分だな。別の場所で情報を集めるか。はい、新聞社 OK。 教会はあいついんのか。まあ行くわけないだろう。行っとけ。一回帰ってもしゃあない。帰って誰か。え、ダメか。夜は音が変わったぞ。イザベル応援の居所を調べるなら、役所の市民情報を盗んだ方が手っ取り早かったな。あんまりやりたくないけど、まあそれは最終手段として。あとは市民の情報に詳しい人がいれば。さあ誰がおるか。お、ハイド君。ハイド、まさにハイドしてそう。ハイド・ネルソン、真面目そうに見えるがマフィアに情報を流す汚職警官。ガリガリの体をブルクバグブカブカの制服で隠したつもりになっている。飯食べろ。あんたか。急いでいるんで手短に頼む。いや、その実はある人の情報を集めてまして、ちょっと協力してくれないかな。誰の情報だ。ミルケル、いや、イザベル・オーエンさんの住所を探してるんだけど、旦那さんの住所がこの書類の通りで、同じ場所に住んでるのかどうか。住んでるって今の話か。もちろんそうだけど。ん？何かを知っている顔をしているぞ、ハイド。この住所に住んでいた。イザベル・オーエンなら1年前に亡くなっているはずだ。え？現場にいたからよく覚えてる。夫婦喧嘩の線に自殺した。確か旦那が記者だったからが、報道はされなかった。闇深いね、報道を。報道マンは報道されないという。1年前、更新を怠ったせいで情報の漏れが。いや、そんなことによる。そうだとしたら、あの電話は誰からだったんだ。電話の最後の履歴は警察署だった。警察の連中が俺をからかった。いや、警部のお得意さんもいるってのに、そんなバカなこと誰がやるんだ。大丈夫か。ああ、いや、引き止めてごめんね。情報ありがとう。これ、少ないけど。金は受け取れない。周りに取引と勘違いされる恐れがある。さすがマフィア専属の汚職警官。さながら犬のような中心だ。もう日が暮れ始めてる。すべてが無駄足だった。なのになんで俺はここに来ているんだろうか。無駄になった時間を取り戻すため。好奇心。それとも情報屋の参加か。帰ろう。帰って寝てしまおう。情報の更新も今日やるはずだった仕事も全部明日やろう。そうだね。疲れた時は休むのが一番よ。何？よいしょっと。あれはミルケル応援。ちょうど帰ってきたのか。眠り暇がないと聞く割にお早い帰宅だな。なんかな、まあすかね、儀式でもやってんのかね。ああ、階段がきついな。なんであんなでかい荷物を持っているんだ。人でも入りそうだ、スーツケースだな。なるほど、つながってきたぞ。最近起きているこの失踪事件、こいつが大きく関わっているそうな気がするな。いや、まさか。こうなら情報の一つでも持って帰れないと。収まりがつかない。先回りしよう。奴はまだか。
仕事熱心だね、情報屋さん。はっ、グレンが忠告してくれたよ。スキナー紹介が僕のことを嗅ぎ回っているとね。あの野郎。いや、口止めしなかった俺が悪い。こいつらだって情報商売している同業者には違いないんだから。まあというか、同じ会社のね、人間をね、探りに来てる時点でね、それは漏れるだろう。まあいい、誰かに知ってほしかった気持ちもあったし、僕の部屋を案内しよう。君に見てもらいたいものがある。ナイフを下ろしてくれませんかね。僕の部屋に入ったらね、こうでもしないと君はすぐに逃げようとするだろう。俺はあんたの秘密を知りたくないんですが。僕からすれば、君がすでにどんな情報を握っているかわからないんだ。いっそ全て話してしまってから君に金を握らせようと思うんだ。どうかな。金、しかも新しい情報が増える。この一日の無駄な時間を取り戻せる。うん、一旦おとなしく従うか。情報だけは手に入れておきたい。万が一殺されそうになったら、護身用のスタンダガンでどうにかしよう。それはどうにかならないやつ。ただの記者相手なら応戦できるはずだ。いや、誰がただなのか。金が手に入るなら仕方ないですね。念のため言っておきますけど、俺を殺せばすぐにボスが気づきますんで、その辺考慮しておいてくださいね。心がけるよ。僕も豚箱には入りたくないからね。ここがこいつの部屋か。部屋の内装は特におかしなところはない。でもなんだ、このきつい匂いは。あー、腐ってんな。あー、なるほど。匂い消しだな、これ。腐った匂いの。強い香水の匂い。匂いが強烈だろ。どうにもごまかしようがなくて。さすがに匂いが映ってるかな。よいしょ。その荷物の中身は、まさか人間が入ってます。なんつって。よくわかったね。さあ、それじゃあ早速僕の秘密を教えるよ。少し刺激が強いかもしれないから。どうだ、まずは写真を見せようか。手帳。ん？つか10分程度なのに俺20分くらい撮ってる。手帳、確かローザちゃんが言ってた。おっと、なんとか写真ってやつか。手帳の写真を手に入れた。ああ、落とさないで。本当に貴重なんだ。検視官に頼んでもなかなか撮らせてくれなくて、病院に忍び込んだりして撮ったんだ。まあ、検視だと事件性がある死体だから。僕の好みはどっちかというと、病院の方が。大丈夫か。あんたの秘密って。なるほど。死体愛好家。秘密ってことじゃないんだ。僕は死体愛好家だよ。その死体一体どうしたんだよ。え、これは裏通りの貧民街で探してきた。盗んだわけじゃないから犯罪じゃないだろ。拾ってきた時点でちょっと、なんか言いようがないな。どうせ彼らには墓もないし、あとは遺灰を花壇に巻かれるだけだ。肥料。そうなる前に眺めたり触ったりして楽しんでいる。写真を撮ってコレクションしたり、そして次の写真のコレクション君だよっていうパターンか。僕の場合は凝視して変色しているものが好みなんだよ。そうなると少し匂いが強くてね。この死体が部屋の匂いの正体。どうにか香水で上書きしてるけど、去ってきたらさすがに処分してるよ。実家が農場なんだ。あんたおかしいよ。大多数と異なるものを批判するのは君の世界が狭い証拠だね。まあ僕もこの年になるまで死体の魅力に気づくことができなかったんだけどさ。いや、言っちゃってんな。ここへ来るまでどうやって生きてきたんだろう。思えば妻と結婚した時、妻の顔を見るたびにどうして彼女を選んだのだろうとずっと不思議に思っていた。僕は綺麗なものが嫌いだった。一面の花畑なんか見ると燃やしてしまいたくなる。妻も綺麗な人だった。殺したのか。あんた、まさか奥さんを自殺に見せかけて殺したのか。それは誤解だよ。彼女は自分で自分の首を切った。記者の仕事は忙しくてね。特に最近は治安悪化やら事件も多発しているし、
ネタは毎日毎日転がってくる。僕はヘトヘトで家に帰ってくる。音。妻の相手をする記憶も残っていなかった。すると、妻は僕の浮気を疑い始めたんだ。浮気か。そういえばその頃だったんだよ。僕が死体の素晴らしさに気がついたのは。取材で病死の自治体を見せてもらってね。死体といえば、親族なんかの葬儀で棺の中を見たことはあったけれど、あれは本当に綺麗に整えられているんだと分かったんだ。でも見せてもらった病死の死体といったら、手の施されてない死体があんなに美しいだなんて、生きた人間よりもむしろ生々しい性気を感じた。仕事を終えてもう一度その取材先へ忍び込んだ。思う存分触れることができて感動してしまったよ。そんなことを続けていたら、いつの間にか家庭はめちゃくちゃになってしまった。だけどね、ヒステリックになっている妻を見て思ったんだ。ああ、僕はだから彼女を選んだのかと。綺麗な顔が苦痛や怒りに歪んでいくその姿、汚い罵声に嫌味を発するその声、彼女は化けの皮が剥がされていくようで、思わず心臓が高鳴った。妻の死体も写真に収めたけれど、やっぱり病死体には負けるかな。僕の目の前で自分の首をかっきって、とても生き生きした死にざまではあったよ。結婚相手に対してよくそんなことが言えるな。なるほど、これ人コアの話か。なんだ、君も僕と同族だと思っていたな。他人の秘密を盗んで化けの皮を剥がすのが得意だろう。ただの仕事だろ。俺はそんなことに快感を感じたりしない。そうか、まだ仕事の魅力に気づいていないようだね。僕にとっては記者という仕事は天職だ。運よく記者になっていてよかった。あの日の病死体に出会っていなければ、僕の人生に意味はなかった。いや、そもそもこの町に流れ着いて本当に幸運だった。道端に死体が転がっている町なんて、そうそう滅多にありゃしない。この汚い町が存在する限り、僕と死体を引き合わせてくれる。今なお、これからもずっと、ここが、僕の楽園だった。ここに来るまで僕には何もなかったんだ。人と同じことをして周りを気にして生きてきた。何かが足りない、何かが違うと思っていた。僕の心に本当に美しいと思えるものがあった。誰に認められなくてもいい。僕は僕の芸術を楽しんで生きていたいんだ。さて、君のことを殺したりなんかするつもりはない。僕はブダ箱に入りたくないんだ。この楽しみを続けるためにもね。で、だからそうさ、君には口止め料を支払うよ。僕の趣味を秘密にしておいてくれ。もちろん死体を拾ってきていることを口外しちゃダメだ。でも情報屋だからさ、言わないといけないんじゃないか。なるほど、これは分岐があるんじゃない。どうする、セミシュ。おかえり。依頼と勘違いしなければ。なるほど。死んだ奥さんからね、浮気を疑ってたまんまの、成仏できなかったものが、こっちに届いたってことだよね。情報の更新を行っていなければ、イザベル・オーエンが死んだことを知っていれば、金と時間に執着しなければ。はい。この男の秘密を知らずに済んだのに。ああ、さあ、ぜひともうなずいてくれ。僕は僕の楽園を守る。僕は楽園に住み続ける。僕は楽園に住む男だ。うなずけ。楽園に住む男、マインズガーデンウェイで。終わりか？ああ。今、電話がかかってきたわけじゃないのか。なるほど。これはマジでビジュアルノベルです。はい。ん？独白？こいつは結局捕まってね。はい。ちょっと独白を見てみるか。僕は絵が描けない。写真を撮るのも上手い方ではない。職業から文章を書く機会は多いが、特別な才能があるわけでもない。でも何が素晴らしいものなのかがはっきりとわかるのだ。
はい、イザベル。この曲合ってんのか。目の前には妻だったものがすっかり暴れ疲れて床に伏していた。おっと、僕は思わず自分の方に飛沫シャチを脱ごうとしてしまった。確か警察は飛沫アートも捜査の材料に使うはずだから、こんなことで殺しをしたなんて疑われちゃ厄介だ。今は何も触らないように、もう息もしない、してない、え、もう息もないことだし、ひとまず警察へ通報しよう。うん、それにしてもタイミングが良すぎる。すべてがうまくいきすぎている。死体の魅力に気がついて、いくつも経たないうちに妻が死ぬとは。環境を整え、己の求めるものを愛せよと。神がそう言わんとしろ。ああ、ああ、なるほど。自己肯定に走っちゃったか。もしや僕は神に愛されている。これは神が僕に与えた祝福なのか。すべてのしがらみをほどいて、僕の才能を高めようとしている。人類を愛するという才能を。どうだとしたらこの女はなぜ死んだのか。僕のようなくたびれた男の浮気を疑うなんて正気じゃない。ま、僕を選んだ時点で正気じゃないか。誰かにそそのかされてもしたのか。僕の才能の犠牲になったのか。何にせよ彼女はこの楽園から追放されてしまったわけだ。さてこうしちゃいられない。葬儀が済んだら僕は晴れて自由の身だ。僕の楽園に死体の山が咲き乱れるぞ。楽しそうだね。そうして僕、高揚した気分で警察の到着を待った。なるほど。行かれてんな。なんかね、なんか他の、なんかシリーズになりそうな感じなんだよね。他の人たちもいるわけだからさ、登場人物として。国会。誰？捕まってんの結局お前。はい。ラグに住む男楽しんでくれたかな？仕切りが邪魔だね。いや、いいって。さて、改めて僕の物語はいかがだったかな。え、そんなことよりここは牢獄かって。残念ながら違う。あー、なるほど。ここは国会室だ。国会でいいのかな。教会の一角で自分の罪を告白する部屋だね。今回は特別に僕は選挙させてもらったよ。神に感謝だね。本編の話をしようか。え、ミルケルが気持ち悪い。それはそうさ、僕はそういう男さ。あの後どうなったのか。だって買収なんてつまらない答え。彼が答えると思うかい。もう話が短い。だってこれは短編だから。短編というか、そのお試し版に近いかもしれないね。お、なるほど。よかったよかった。同じ世界観で中編ぐらいのボリュームの お話を制作中ですね。はい。いいね。確かにこの話はなんか広げていってほしいな。残念。もう時間だ。申し訳ないけど、次の取材が入ってて。短い時間だったけど、君に会えてよかった。それじゃあ、次はこの世界で会おう。お前まだ会うの？やだな。お、何？何？お、え？あ、お前も？ From the Devil。やっぱ多めんじゃねえか。ご期待ください。なるほど。いや、いいね、この話。楽しくなってきたよ。何これ。うん、クレジッチ。これは。うん、なるほど。病死してるから、外傷がないのかね。はい。そんなわけで、楽園に住む男でしたね。いや、こういうの、やっぱ人が怖いっていうのは愛だね。非常に短編ながら、面白い作品でございました。ではまた。中編期待しております。では、サンキューフォープレイング、ありがとうございました。